東日本旅客鉄道、東日本旅客鉄道高崎支社東日本旅客、鉄道高崎支社は、東日本旅客鉄道の支社の一つ、旧国鉄高崎鉄道管理局の流れを組んでいる。高崎支社協会、清水トンネル、群馬県全域と埼玉県、栃木県の一部を管轄としている。2018年9月30日時点で、 合計 367.5km の在来線、合計 165.5km の新幹線、90の駅を管轄していたが、新幹線については2019年4月1日に新幹線統括本部へ移管された。路線支社協会はいずれも閉塞区間上にあるため、協会線の内側の停車場を記載している。なお、がついた路線は、全線が、 管理区間内に入っている路線である。駅数についての注釈支社協会についての注釈級管理路線なお、運転士のうち、蒸気機関車を運転する公主蒸気機関車、運転免許を所有し、蒸気機関車牽引列車の運転業務が可能な、運転士は高崎運区にて勤務となる。特徴として、高崎線とその他の路線での乗客数が極端に違う状況となっており、 上位15位までで、高崎線以外に所属する路線の駅は、群馬県庁の最寄り駅でもある、両毛線の前橋駅がランクインするだけである。その前橋駅までの両毛線も高崎線からの乗り入れが実施されている。以下の3社は、死者別グループ会社ではなく、高崎支社管内を営業地域としているというだけの本社直轄の子会社であるが、参考に記載する。 高崎支社の支社別グループ会社としては JR 高崎商事が存在していた。詳細は高崎ターミナルビルを参照し都圏を営業範囲とする株式会社アトレの子会社。アトレより委託を受けて高崎支社管内の駅ビル等の商業施設の運営などを行っている。以前は管内の宿泊施設の経営、運営も行っていた。 詳細は JR 高崎鉄道サービスを参照高崎支社管内で駅構内、駅ビルなどの清掃、車両整備等を行っている。2009年4月1日、高崎鉄道整備が高崎支社の支社別グループ会社であった JR 高崎商事を九州合併したことにより設立。高崎商事の事業だった駅業務委託事業も行っていたが、 2015年7月1日付で JR 東日本ステーションサービスに移管された詳細はホテルメトロポリタン高崎を参照しと圏を営業範囲とする日本ホテル株式会社の子会社日本ホテルより委託を受けてホテルメトロポリタン高崎及びホテルファミリーを皆上の運営を行っているありがとうございます